本当にやめて。本当にやめて。そういうつもりで来たわけじゃないから。本当にかけちゃっていいですか。やめてくださいって。マイク一応ね、マイクついてますか。え、マイク一応ないんですけど、今日こういう気候も気候だから出てくるときにパクちゃんにちゃんと持ってきなって言われて。あ、着替えます。T シャツをいろんなバージョンがあるんですよね。ね、待ってやっぱかけていいんですか。じゃダメだよ。はい、一応ね、はいはい、お金とかですね、ありますね。なんか前回反響があったみたいで、水着で洗車。いや、ないですよ。あったみたいで。かけてもいいですか。ついでにね、はい、一応気合を持ってます。だから。ちょっと勇気がないんで一緒に。一応一応これあのひまかじまのタコのタコちゃん。だからやめなさい。違う違う。今日は。いっぱいあるじゃないですか。しまとこ。しまとこ。愛知県安城市の岡田エンタープライズに来ています。というわけで今回ね、洗車もさることながら、何です？レーシングキャップ、キャップの第5弾が、そうです、巷のおばちゃんの間では盗まれた盗まれたっていう、あの車盗まれただろうっていうやつなんですけど、レーシングキャップがこれよく新しいやつが売れてます。こちらレーシングフューエルキャップの第1弾、ハイエス用、大好評につき第2弾としてハスラー、第3弾としてエブリィが登場しました。そしてこの後第4弾としてプロボックス用と続々登場しちゃったんです。売れた、売れる、売れてます。これの第5弾ができました。クロスロード、クロスロードに作った、はい。もうクロスロードは生産中止なのにいいの。まだすごいんですよねこれ。ああ、れっきとした盗難ですな。黄色いキャップも新しく見つけていた、見つけていた。そうです、そうです。へえ。ガソリンスタンド兄ちゃんに鍵預けて、そう、空回りするまでやれよ。そうです、そうです。このキットクロスロードでおいくらですか。一緒、全部一緒ですね。1キュッパ。そうです、そうです。お、うん、これ色塗ったりもするの。これ色は別ですけどね。あ、うん、物とこのキャップ付きで、うん、なるほど。で、まあ、日本のやつと海外のやつが選べる。こっちは海外製のやつで、向こうのハイエースは日本製が付いてる。ああ、が選べる。選べますね。はい。うん、そうですね。第5弾。人間って あれですよね。こう楽になればなるほど不自由なことを選ぶんですね。あえて。違う。あえて。おしゃれ。え？おしゃれなやつ。なんでスタンドで。こっちパッコンって言ったの、まあ、フルランタンって言えばいいじゃん。違います。これがいいの。これがいい、これがいいですね。まだまだ増える。まだ64のエブリーとか、 あとまあサンマルプリウス、ジムニー、ジムニー、FJ クルーズだ。多くのにワイルドな感じにやってきます。まあ大体1万9800円ぐらいの予算で、値段は全部一緒ですね。まあ、自らをね、茨の道に追い込むっていうっていうことでしょ。隙間産業ですね。隙間産業ね。隙間産業。なるほど、そうですか。じゃあせっかくだから洗車しますよ。洗車しますか。はい、かけていいですか。これじゃあね、こういうもうね、良いか真似しないでくださいね。こういう炎天下では絶対黒い車にね、水かけちゃダメですよ。温度、いい温度。マッサージ。炎天下だね、黒い車にかけちゃダメなの。水をね、炎天下では未来ちゃんに水をかける。正しい洗車の仕方。着替えないと。やめてよ、俺も着替えないから。静かにやってください。怖いんで無理です。炎天下では黒い車には水をかけちゃダメです。炎天下には、店長に水をかけちゃダメです。さっき着替えがないって言いましたよね。だったら炎天下には未来ちゃんに水をかけちゃダメです。
はい、黒い車にはもう炎天下で水をかけないでください、シミになりますんで、以上正しい洗車のコーナーでした。ついでにフィエールキャップもよろしくね。終わりました。はい、終わりました。